こんばんは。今回の質問、幽霊にとって怖い存在って何？幽霊にとって怖い存在は主に以下の3つです。エクソシスト、払い増し。エクソシストは邪悪な霊や苦霊を払う能力を持った人物で、幽霊にとっては天敵とも言える存在です。エクソシストが現れると、幽霊はもうおしまいのパーティーです。ただエクソシストが本当に幽霊を見ているのか、それともただのハロウィン仮装か、確かめるのは幽霊には難しい問題ですね。神聖な場所、アイテム。幽霊は神聖な場所やアイテムに対して弱いとされています。例えばお寺や教会、神社などの聖域や、お札、聖水、十字架などのアイテムは幽霊にとって脅威です。これらのアイテムを持っている人に出会ったら、幽霊は逃げ足が速くなるでしょう。しかし幽霊が逃げるたびにお札が風で飛んでいく姿はちょっとユーモラスですね。との強力な霊、幽霊界にも上下関係や強者が存在し、強力な霊や苦霊に対して弱い幽霊は怖さを感じることがあります。まるで人間界でいじめやパワハラのようなものですね。ただ幽霊同士で力比べをする際、どのような基準で勝敗が決まるのかは謎です。勝負の結果は誰がより怖い顔をするかで決まるのでしょうか。それに関連する話題として、幽霊に関する都市伝説や文化的な要素についても考えてみましょう。都市伝説、世界中には幽霊に関する様々な都市伝説が存在します。例えば日本では七不思議、アメリカではブルーベルの幽霊など、地域ごとに独特の幽霊伝説が語り継がれています。これらの都市伝説は幽霊に対する恐怖心や興味を煽り、その存在をリアルに感じさせます。一方で幽霊自身も都市伝説に登場するとちょっとした有名人のように感じるかもしれませんね。自分の伝説が広まるのは嬉しいけれど、恐怖を溢られるのはちょっと複雑な気分でしょう。文化的要素、幽霊は様々な文化において異なる形で描かれています。例えばメキシコのディア・デ・ロス・ムエルトス、死者の日では亡くなった一人との魂が家族と共に過ごすとされ、幽霊は家族を慰める存在として捉えられています。こうした文化的要素によって幽霊に対する恐怖心や認識が変わることがあります。幽霊も自分がどのような文化でどのように捉えられているのか気になることでしょう。仮説として、幽霊が怖がられる理由や幽霊自身が怖がる存在は人間の心理や文化的背景によって形成されていると考えられます。そのため幽霊に対する恐怖心を克服する方法や、幽霊が怖がる存在に対処する方法も心理や文化に根ざしたアプローチが必要となるでしょう。例えば幽霊に対する理解を深めることや、幽霊と共存する文化を大切にすることがお互いの恐怖心を和らげる方法かもしれません。最終的にはお互いの怖がる要素を理解し合い、幽霊と人間が共存できる世界を目指すことが大切です。